三菱、ランサー WRC、ランサー WRC、ランサー WRC、三菱ランサーワールドラリーカーは、三菱自動車が世界ラリー選手権に出場するために制作した競技専用車、ワールドラリーカー。1993年から WRC に投入された一連のランサーエボリューションシリーズ、通称、ランエボは、三菱が宣伝をつけて開発した。 アクティブ、デファレンシャルと、富記念とのドライブで成功を収めた。しかし、1997年から導入されたワールドラリーカー規定によって、ライバル軍が広い改造範囲で戦力を上げるにつれ、ダンサーも改良のレベルでは対抗できなくなり、2001年にワールドラリーカーへ移行を決定。その特例措置でストロークを増大したリアサスペンションと、 軽量フライホイールを装着したランエボロクトミ、マキネンエディション、通称、エボ6.5で、前半戦を、後半戦のサンデモで、ランサーエボリューション WRC を投入した。しかし、開発を担うベルナール・リンダウアー率いるラリーアート、ヨーロッパの慢性的な人員不足で計画が進まず、マキネンの腕をもってしてもグループ A 時代のような、速さはかなわず低迷。 翌2002年も中盤のフィンランドで改良版のランサーエボリューション WRC にを投入するものの先代マシンで悩まされたコーナー侵入時の課題なアンダーステアと慢性的なトラクション不足は解消されず凹凸が少なくクリアな路面のニュージーランドでやにパーソネンが一時トップ5に絡む走りを見せたが大半のラリーでは海チームとトップ10争いするのがやっとであったそして 三菱は2003年の WRC 活動休止を発表。その後は新マシン開発に専念し、2004年にランサー WRC が登場した。マシン開発は、プジョー時代に 206WRC 開発に携わっていたマリオ・フォルナリスがチーフエンジニアとして主導した。ボピは同じランサーベースながら、 サスストロークをより確保するためにホイールハウスを拡大、先代の欠点であった路面の追従性を引き上げた。外観はより大型のリアスポイラーを設置、フロントもオリビエ・ブーレイがデザインする以前のランサーセリアをベースにしたものに変更されている。パワートレーンは従来の 4G63 ユニットを引き続き使用するものの長年、 三菱の WRC エンジン開発を手掛けている HKS によりチューニングされている。また、グループ A 時代からの悩みであったフロントヘビーに対処するため、エンジンはワールドラリーカー規定いっぱいまで後方に傾けて搭載されている。ギアボックスはパリ高で実績のあるイギリスのリカルド車製を採用した。2004年モデルはフロント、センター、リアともに 機械式が採用されたが、2005年モデルはセンターのみ、アクティブデフが投入された。マシン開発は2003年の12月に終了し、2004年度の開幕戦を迎える。2004年、チームは、三菱のモータースポーツ部門のラリーアートによる組織編成で、従来のラエに代わり2003年に誕生した、MMSP、三菱自動車モータースポーツが運営。 エースドライバーに、ジルパニッツを迎え、初戦のモンテカルロに挑んだ。結果、総合6位に入る堅実な滑り出しであったが、その後もチームの人員不足により、マシンの信頼性は上がらず、開発も進まなかった。そして中盤のラリージャパンを前に、再び三菱は再び WRC 九州を発表。再度参戦した、終盤戦のカタルニアでは開幕戦以来のトップ5。 入賞している。前年の反省から2005年使用は信頼性を重視した開発が行われた。これにより、機械式のデフは電子制御に変わり、ギアボックスもセミオートマチックシフトに変更された。ドライバーはパニッツィの他にハリロバンペラ、ジャンルイチガリを加えた。これらの成果により、まず開幕戦でパニッツィがワールドリーカー以降以来、三菱に 久々の3位表彰台を最終戦のオーストラリアでもロバンペラが2位となり、ランサー WRC05 は先代2004年モデルよりも堅実に成績を残した。しかし、三菱のラリー予算削減の影響で、電磁クラッチを用いたアクティブデフを新開発、テストする余裕がなくなり、対策としてデフ制御も兼ねる和蓄空気を用いたセミオートマチックギアボックスを投入するが、 これは様々なトラブルの温床となり、結果を出せなくなった。この失敗が原因で、ホルナリスは更迭される。2005年12月に、三菱は経営立て直しのため、この年いっぱいで3度目の WRC 休止を表明。これに伴い三菱のワークスラリー活動は終了した。しかし、プライベーター向けのカスタマーサービスは2006年以降も継続され、 マシン開発も小規模ながら続けられた。本来はワークスカーに投入予定であった BOS 製ダンパーの効果で2006年のスウェディッシュではダニエル・カールソンが3位に入る活躍を見せた。2007年は本来認められないマニュファクチャラー未登録マシンであったにもかかわらずチームは改良型インジョクターとリアクロスメンバーを他のワークスチームの同意を得て投入。 これらの改良で前線するが、その年の中盤に MMSP としての活動を終了した。現在、イギリスラグビーにあった MMSP のワークショップは、ワークスチームの元オペレーションチームディレターであったジョン・イーストンに引き継がれ、MML スポーツとして、ランサー WRC05 のレンタル、販売事業を行っている。その後は、ヨーロッパ各国の国内選手権などに参戦し、 チャーバスプイススマラーが2008年のハンガリー選手権を制している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。